はい、こんにちは。速稼塾の久保です。まあ今日はね、暗号資産、暗号通貨について、まあ私が覚悟していることをね、改めてお話ししようかと思います。まあ暗号通貨っていうのは、おそらくですね、これからどんどんシュリンクして使われずに、誰からも支持されずに消えていく運命にあるんではないかなと思うんですよね。まあこういうとですね、暗号通貨にあれだけ、意識を向けて放送していてですね、で、まあ投資もしてきた私が、何を言ってるんだろうと思われるかもしれませんけども、私ね、誰よりも真剣に、しかも切れ目なくやってきたから余計わかるんですよ、これが。生半可にやってたわけじゃなくて、私2014年から暗号通貨っていうね、通貨革命が来るんだと思って、随分仕込んでいたわけなんですよ。まあそこで得た利益っていうのもありますけども、2020年、今年の年末とかね、それから2023年の年末に決済する予定で、プログラムを組んでる通貨もあるんですよね。で、私が当てにしてるのはこの2つの通貨です。まあ具体的に言うと XRP と ADA、それからまあ BTC は、まあなんか、付随的に私ね、大量購入したんですけど、この3つ以外はまあ消えると思いますね。で、それは前々から言ってたんですけども、実はですね、ADA と BTC と、それから XRP、もうついでに消えるか消える同然になるんではないかなと思うんですよ。というのはやっぱり暗号通貨ってそんなに必要とされてないんですよ。結局は儲かるかもしれないからっていうので多くの方が買ったと。しかも多くの方が買ったんですけども、その多くの方っていうのはほとんどお金がない人がですね、まあ10万とか20万とか気の利いた人でまあ2、300万なり5、600万程度しかやっぱ買ってないんですよ。で、これではですね、やっぱり投資といいますか、全然その、話にならなくて、投資としても。マーケットが全然作れないんですよね。で、まあ、大きい金額を持った人はすでにもう売却して、暗号通貨の市場から去っているわけなんですよ。じゃあ暗号通貨にかける期待っていうのはどういうものがあるかっていうと、これがですね、まあ、法定通貨と同じように、XRP が国際送金に使われたりとかね、BTC が後進国の通貨、避難用の通貨に使われて、アルゼンチンとかね、インフレ、そうですね、ジンバブエとか、インフレとか、ガーッと起きるときに、通貨の安定性がないから自国通貨より BTC だよねってことで使われる例があるかなと思ったんですよ。まあ、その例はね、これからも細々と続くと思いますけども、ただね、やっぱり大きく金額ドーンと突き上げたりとか、まあ、そういうことはないかなと思います。まあ、その中で、今、たまに暴落が起きますよね、BTC とか特に。他の通貨はもう緩やかに上がったり、緩やかに下がったりなんで、もうボラティリティはどんどん失われてきたわけなんですけども、BTC に関しましては、数ヶ月前は45万円ぐらいだったのが、今やっぱり95万とか100万前後になってる。これはなんで起きるかっていうと、これはですね、多くの方が利確をして、BTC からドルとか円とかに、ね、変えるんで、BTC の価格がドーンと45万まで落ちるわけなんですよ。それはわかりますよね。その後、もともと100万とか200万つけてたわけだから、下がったから買い時だって買ってしまう人がいるんですよ。この人は全員、まあ、資金を失う人です。45万で買って、まあ100万で決済できればいいんですけども、決済しないわけなんですよね。決済すれば今勝ちだと思いますけども、要するに、多くの方が利確をして、利確した分だけ金持ちが増えるのと同時に値段が下がって BTC に対してもうね、チャンスがなくなっているところで BTC を値下がりしたからと思って買うわけなんですよ。で、値下がりした人の立ちが悪いのは値上がりした時にまだ上がるかもしれないと言って、ね、ホールドしちゃうんですよね。だから利確するべきなんですよ。で、キャッシュを多く持ってる人っていうのはちゃんとここで利確します。なぜなら、いくらの利益が欲しくてそこに資金投入してるのかってことをきちんと守ってるからなんですよ。それは私もなんですけどね。持ちっぱなしっていうのはないんですよ。持ちっぱなしにしてても必ずいつ売るか、いくらで売るかって決めてるわけなんですよ。そうなると、上り上司でまだまだ上がるかもしれないのにってところでもちゃんとね、テイクプロフィットラインで一回全部売却して現金に変えるわけなんですよね。まあ、そういうことをしていかないと、やっぱり勝てないってことは、投資のセンスがない人とか、FX も満足に勝てない人が、まあ、暗号通貨に入ってきて痛い目を見るってことが、やっぱりね、これからも繰り返されるんですよね。で、法定通貨になるかどうかってことなんですけども、BTC は若干、後進国のね、避難用の通貨に使われることがあります。まあ、金と同じような感じですけども、日本円とかね。ただ、これもそんなに、たくさんの資金が逃げる場所ではなくて、というのが、まあ、後進国ってのはね、本当に差別的な言葉かもしれませんけども、お金がない人が集中して交換するんで、全体的な資金量に与える影響力って、インパクトっていうのは弱いわけなんですよね。だからそのね、BTC が値上がりしたり値下がりしたりっていうので、FX の理論で儲けている人はいいんですけども、これほとんどね、こういうことは、
使えてないと思うんですよ。ほとんどの人は BTC を持ってるけども、全然だから利益が出せてないんですよね。それが証拠に BTC をずっと持ってる人、たくさん持ってる人、このね動画を見てる方もいらっしゃると思いますけども、お金持ちになっていますかってことなんですよ。なってないじゃないですか。もうそろそろね、あの暗号通貨には可能性がないかもしれない、ないとは言わないけど、ない可能性の方が高いってことを気づいた方がよくって、でとどめを刺したのがこの2020年の例のね感染症のショックなんですよ。これによってもうね、国際的な貿易のインパクトとか、国際的な流通とかね、人と人の流通っていうのすっごくなくなっちゃって、飛行機もまともに飛んでないような状態なんですよね。だから国際間のやり取りがないところで、国際的に、全世界に通用する通貨っていうのは必要なのかなってことなんですよ。確かに何点かは必要ですけども、それは円とドルとユーロがあればよくって、あと中国の元ですか、それがあればよくって、とてもですね、BTC とか他の XRP とかが入る余地がないってことが、今年はね、私は随分はっきりしたかなと思うんですよ。ですので XRP 当初の予定では私ね、エントリーした金額4000万円の利益を見込んでいたんですけども、ただこの感染症は私の計算に入ってなかったんで、多分これで暗号通貨の可能性は私なくなったと見て、 XRP を全部ね、今年中に売却して、日本円に変えていこうかと思いますし、日本円に変えないまでもね、 OCBC 銀行に移行していこうかなと、インドダックスを経由して OCBC 銀行に入れていこうかなと思います。そういった形で随分と方針は変わりましたけども、ただ一つ希望を残すとしたら ADA ですね。 ADA っていうのはご存知、チャールズ・ホスキンソンさんがいろんな事情にね、鑑みていろんな事情を対応して、次の通貨としてやっぱり作り続けてるんですよ。だから今回みたいな感染症対策の中でも、もう一歩一歩進んでるのは、きちんとバージョンアップしてるのは ADA だけなんですよね。となると BTC ってバージョンアップしてないわけなんですよ。ずっと古いプロトコルの、プロト通貨ですよね、プロトタイプの通貨か、第1世代の通貨のまんま、第2世代第3世代というふうに使い倒されているんで、もう利用がすごく限定的なんですよ。でこのビットコインの利点をね、集約したビットコインキャッシュとかゴールドってのありましたけど、結局こういうのも忘れられてるわけなんですよ。やっぱりドルっていうのは世界中の人が使ってます。円っていうのもかなり、この金融市場では意識される通貨です。ね、ここはどなたも否定できないと思うんですよ。そしてユーロもヨーロッパの各国ね、イギリスを離れましたけども、すごくね、使われてる方が多いんですよ。ただね、それに比べて BTC とか出来高どうでしょうかとかね、ADA の出来高どうでしょうか、XRP はどうでしょうか、しかもこれから魅力的なね、そんな情報が入ってくるか、インフォメーションがあるかっていうと、XRP の情報なんてずっとないわけなんですよ。あっても本当にビビたるもんで、しかもあんまり明るくないということで、XRP についてはもう伸びしろは私はないと思ってね、ここはもう日本円にして、日本円で、不動産なり、別のね、ビジネス投資なりした方が絶対にこれ利回り上がるなと思ったんで、私はここで、すぐじゃないですけどね、少なくとも今22円とか23円で、39円で平均単価買ってるんで、平均単価45円で買ってるんで、大きな損なんですよ。800万ほどは、これは損切りをしないといけないなって考えてます。それをね、覚悟の上でやってますんで、持ちっぱなしにして値上がりを期待するよりも、これね、値下がる可能性の方が、っていうか消滅する可能性の方が高いと私は思ってるんですよ。 XRP ってのはね、ものすごく国際送金の通貨に適してるかなと思ったんですけども、もう今の時代になって国際的なお金のやり取りっていうのがすごく弱まっちゃったんで、回復してまたね、国際通貨、国際送金とか意識されるのは、随分先になるかと思います。とりあえず私の人生にはもう影響しないぐらいの先になると思うんですよ。10年先とか20年先でも私の人生はもう使えませんので、私の計画ではね、やっぱり2023年、このあたりで暗号通貨が他の法定通貨と並ぶぐらいしっかりと使われるものになると思ったんですよね。でもやっぱり実際私たちは暗号通貨を意識してこうやってね、動画見ていただきますけども、暗号通貨のことってあれから全然スタディをね、進めてないでしょうね。情報の分析とかも進めてないし、新たに買いますとか売りを測っていくとかってことをやってないと思うんですよ。これが現実なんですよ。暗号通貨を意識してる人でも暗号通貨ほとんどもう買っても売ってもないというね、こういうことを考えると、もうちょっと暗号通貨一旦終わったと思った方がいいなと思いますよね。もう暗号通貨のニュースにアンテナ張るだけ、もうこの思考と時間のロスっていうのが私は無視できないなと思ってね、もう一切手を引くとまでいかないんですけども、これはもう、感染症が来たところで一定の現実を私はね、捉えていかないといけないかなというふうに考えてますね。で、ビットフライヤーがノクさんが言われるみたいに広告を始められたってことですけども、そのビットフライヤー広告を始めるのはいいんですけども、あまりにもですね、やる意味がないと言いますかね、
じゃあこれから暗号通貨が日本で使いやすくなるのかと思ったらそうでもないと。暗号通貨でしか買えないのサービスがあるかって言ったら別にないと。で暗号通貨でも他の法定通貨でも買えるものがあるかって言ったらそれもほとんどないわけなんですよ。ということは日本円とかドルを持っていないと経済活動ができないっていうふうに考えられるんですよね。まあそれよりも優れてるのは T ポイントとかになってくるんですよ。暗号通貨の出る隙間はこれからどん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 なくなってくると思うんですよね。でものすごくね、希望の少ないこと言いましたけども、この暗号通貨の使い方っていうのはもともとその暗号通貨ってものを意識している小さな軍団で使えたんですよ。まあ、例えば友達が3人ぐらいね中国にいますと、2人ブラジルにいますと、で1人アメリカにいます、日本に私がいますっていう風な10人以下のチームとかって考えた時に、そこではね共通の通貨っていうのがあるとすごく便利だなって生まれたのが BTC だと思うんですよ。ですごくマニアックでマーケットがちっちゃかった時にはものすごくこの送金が豊かだったんですけども、ただですね一方多くの方も中途半端にね世界中の方が知ってしまうと、これは法律的にも目が光るしマネーロンダリングにも当たってくるし、もう使い勝手が悪すぎてやってられないんですよね。しかもこれを事業の決算とかに使おうとすると決算書書いてる途中で値段が上がったり下がったりとかしてもう手がつけられないんですよね。そう考えると私は今まで、ね、ずっといろいろと情報を発信してきましたけども、2014年から6年間めっちゃやってきて思いましたけども、これ暗号通貨はねチャンスはありました、そして利益も出しました、ここが撤退時だっていうのが結論だということなんですよ。まあ、これからも、ね、暗号通貨について の、 発信をね、それからスタディをいろいろと分析っていうのはすぐやめるわけではないですけども、もうね8割とか9割方もう型がついたなっていうところですね。誰よりもやってきて思ったのが、もうこれはこれ以上追い続けてももうしょうがないかなと。で追わずにもうここで暗号通貨さよならって言って、なんかの表紙でね暗号通貨がブワーッとブームが来ても、それはもう私のもう力量を超えた世界だったというふうにね諦めて、まあ相対的にはね FX が私の味方についてくれたことなんで、もう儲けようと思ったら別に FX でいいじゃんみたいになったのも、まあこのねこういうふうなこうこの今回動画でお話した原因の一つもあるんですよ。そうなんですよ、暗号通貨に投じた時って私2014年なんですよ。その頃は速稼塾もできて2年目で、速稼塾の強いコンテンツが欲しかったのと、速稼塾で資金をねどんどん、まだ1億円稼いでない頃ですから、速稼塾2年目っていうのはまだ5000万ちょっと超えたあたりだったんで、1億円まで来年行くかなどうかなっていうふうな、ね、やきもきしたところだったんで、そこで暗号通貨になんとなくね期待を寄せたところがあったんですけども、まああれから過ぎてみると暗号通貨の利益なんて頼らなくてもちゃんとね1億円以上は稼げるし、でしかも毎日こういう風な暮らしもできてるんで何の不自由もないと。暗号通貨を全然使わなくてもこれからねきちんと自分のビジネスや豊かさっていうのを作っていけるんで、ここで暗号通貨にはもうちょっとね、おさらばして行こうかなというふうに考えているところでございます。すぐにおさらばはしないですけどね、今までの考えを多くの方がね保存してくれっていうふうに言われてたんで、もうここで一旦まとめさせていただきますけども、コロナショックね感染症が来たんで、あ広告止まるかな今コロナって言ってしまったのまあ感染症が ありましたんで、もうここでね、私は国際交流がちょっと減ってですね、貿易もちょっとまあブレーキがかかるというところで、まあ暗号通貨は結局いろんな人が頑張って私もアナウンスしたけど、まあ世界中で主軸通貨としてもしくはねサブ通貨として使われる時代はなかったなということで、ここでもうね暗号通貨っていうのはまあそうですね、日本の政権で言ったら人気のない野党みたいなもんなんですよ。いるんだけども意識されないみたいなね、で活動してるけども誰にも採用されないみたいな、まあそんな形かなと思うんですよね。はい、じゃあ以上で終わりです。暗号通貨のニュースがねずっとなかったのは、暗号通貨について私は無視をしてたわけじゃなくて、分析を進めて、そして結論を組み上げるまでにかなり時間をかけたってことです。さあ皆さんはね暗号通貨についての意識をお持ちの方がいると思いますけども、どのぐらい掘り下げてね、どのぐらい分析して、どのぐらい未来を予想したでしょうかってことになります。まあなんとなくこうなるだろうとか、こうなったらいいなっていう願望とかはねあったと思いますけども、私以上に分析した方っていうのはなかなかいないと思います。ということで今回の動画一気に話させてもらいましたけども、やっぱりね情報をしっかりと毎日分析してるからここまで一気に喋れると思います。ですんでね、もしなんかこう別の考えがある方はしっかりとねまた情報発信していただければ私も見たいと思いますんで、よろしくお願いします。ただやっぱりねもうね暗号通貨がこの人類社会の中に参加する見込みはないのかなと思いますよね。まあ、最後の望みは ADA ですね。 ADA は毎日バージョンアップしてるんで、これは何かね私の予想を超えたものに使われる可能性があるかなと思いますね。何に使われるか今のところちょっと全然わかりません。ですんでこれからね ADA だけ、もう若干2023年ぐらいまではホールドしておいて、ADA ね本当は今年の年末に決済しようかと思ったんですけども、これは2023年ですね。
XRP その代わりも売ります、今年中に、かなり買いましたけども、ね、200万円分の XRP を平均単価45円で買ってますんで、これをね、4000万円からの利益を見込んでたんですけども、これはもう計画倒れでした。結局は損切りして撤退して、半分ぐらいになっちゃいますんでね、まあ、400万円ぐらいですかね。この400万円を、まあ、FX なりね、他のなんかこう利回りの高いものに、運用していく、もしくはそれを元手に新しいビジネスをするってことでなんか考えていこうかなと思います。以上でございますね。それではちょっとね、寂しいニュースでしたね。でもやっぱり現実を見ないと本当にこれからのチャンスも失ってしまいますんで、そう考えていた、暗号通貨に期待していた時代はあったということで、まあ、一旦私の暗号通貨ストーリーはここでね、終わっていこうかと思います。暗号通貨ニュースでした。まあ、一旦終わりですけど、またやると思います。細々と。でも、バンバンやりますよ。もう、今お話したのが私の気持ちの全てです。では、失礼します。